皆さん、こんにちは。スクイズ速報です。ついに日本シリーズ1勝目を記録し、下克上達成へ一歩前進した。横浜 DeNA ベイスターズ、横浜先発、東克樹投手の好投や、ホークスの日本シリーズ連勝記録を止めたりと、様々な意味で注目を集めた29日の試合ですが、その中でも最も注目を集めているのは、指笛をめぐった騒動でしょう。試合後、小久保監督の爆弾発言や、東投手がこの一件についてポストしたりと、試合が終わった後もいろんな意味で注目を集め、同時にホークスの民度の低さに、野球ファンが騒然としています。今回は、東投手の一件であらわになった、ホークスの民度について、ご紹介します。日本シリーズ第3戦を勝ち切り、下克上達成に一歩進んだ DeNA ベイスターズ。この日先発の東投手は、7回105球、10安打1失点の好投を披露し、チームの勝利に貢献しましたが、一方で、賛否を生む場面も巻き起こしていました。6回1失1塁の場面で、打者、今宮選手に対し、ワンストライクから空振りを奪った後に、原球審に抗議を申し出た東投手。東投手は原球審に向かって、指先をスタンドの方に向けた後、その指を口元に持っていき、指笛のポーズをアピールしました。この場面から一時試合が中断し、球場が騒然となる中、試合進行の妨げとなる行為はご遠慮ください、というアナウンスが流れたのですが、これでも東投手に対する指笛は止まらなかったようで、再度アナウンスで、お客様にお願いいたします。投手が投げる間際の口笛はご遠慮ください、と、詳細な注意喚起が行われました。しかし、2度の注意喚起があっても、まだ指笛を鳴らす輩がいたようで、この一連の騒動にネット上では、ホークスファンの民度を問う声が相次ぎました。試合後に東投手は自身の X を更新し、炎上覚悟で言います。指笛の件なんですが、禁止されていないので、やってもらって構わないんですが、ただ投球モーションに入ったタイミングで、指笛をやるのはやめてください、という話です。と抗議の意図を説明。また、東投手は取材陣に対しても、ペーペードームは指笛は禁止されていないので、ダメとは言えないですが、ただ、投げる瞬間、モーションに入ってから、わざと口笛を強くしている感じだったので、ただそれだけはやめてほしい、タイミングは考えてほしい、繊細すぎるという意見もあるかわからないですけど、僕たちはこれが仕事で、人生かけてやっているので、悪気はなかったかもしれないですけど、わざとやっているように感じた。僕にとってはすごくそれが気になった。と、より詳しく抗議の意図を説明し、選手に対する妨害行為を止めるように呼びかけました。しかし、ホークスの小久保裕紀監督は、試合後にこの一件について問われると、よくわからないですね。口笛って何？指笛。笑ってしまいましたね。みんなで大爆笑していました。と嘲笑したのです。また、小久保監督だけでなく、村上隆之打撃コーチは東選手の印象について、パリーグにもそんなにいないかもしれないけど、宮城の方が断然いい、と、東投手をこけおろす発言を残し、リスペクトを欠いた両者の発言は、物議を醸す結果となり、同時に、この一件への注目を高めることに、そもそも村上コーチは前から、ホークスファンからも不満の声が上がっていました。特に、近藤選手の5番起用や、近藤選手が離脱していた際に、打たなくてもいいから、どっしりと構えてくれ、と言って、打率1割台の中村晃選手の5番起用にこだわったりと、データ無視の起用を繰り返しており、その上で先日のコメントを残したわけですから、自ら火に油を注ぐ結果となっています。さらに、この一件は東投手に対しても、なぜか批判の声が上がっており、さらに、この騒動をきっかけに、X ではなぜかロッテ戦がトレンド入りする事態が起こりました。というのもロッテの本拠地 ZOZO マリンスタジアムではファンによる指笛が一般的に行われており、ロッテファンにとって指笛は応援行為として認識されている側面があります。なのでロッテ戦ではいつも鳴っている指笛が今回問題として取り上げられたことで、じゃあロッテの応援はどうなるんだという意図が働いてトレンド入りしたのでしょう。ただロッテの応援を引き合いに出して、これはどうなるの？と、論点をすり替えようとするのは、見苦しいことこの上ありません。当然ですが、
ロッテ戦がトレンド入りしたことに、ロッテ戦投げられないとか言ってるやつなんだのと、ロッテファンも怒りの声を上げています。そもそもホークスファンは民度の悪さを他球団ファンから指摘されることが多く、2012年9月10日の試合後では、ホークス応援団がロッテファンに対して早く帰れコールをしている場面が動画に収められ、その動画が YouTube にアップされると、ちょっとした騒動に発展していました。該当動画は現在閲覧できませんが、当時の様子が書き込まれたブログを参照すると、試合後にホークス応援団が球場に残っていたロッテファンに対して、早く帰ってマリーンズ、走れ走れマリーンズファンと繰り返しコールしたのだそうで、この時マリーンズはホークスに3連敗した直後だったことも相まって、悪意のある煽り行為として物議を醸す事態を引き起こしています。29日の試合で富士系列中継局のバックネット裏解説として、ネット裏の 4,5 列目付近の席に陣取っていたホークス OB で評論家の池田千佳氏は、実際の犯人について言及しており、なんと犯人は池田氏と同じ列に座っていたようで、池田氏曰く、ソフトバンクのユニフォームを着た 5,6 人の男性グループで、その男性グループの様子を池田氏は、試合の序盤からずっとうるさかった、かなり酔っ払っていてずっと指笛を鳴らしていた、ネット裏からだとドームだし響くんだよね、私たちはその席からの中継の割り込みもあったので、ちょっとうるさいねという話をしていたと詳細を語りました。さらに池田氏はその後の様子についても言及し、場内アナウンスと同時に球場スタッフとセキュリティが指笛を鳴らしていたファンの元に飛んできて直接注意を促したようで、その張本人とグループは抵抗することなく指笛を止めたようです。このように騒動の犯人について詳しい状況が出ているにもかかわらず、 X にて暴言、指笛、球場内売店の前に唾吐いて D ファン3人退場食らってましたという文面とともに、球場スタッフから注意を受ける DeNA ファンの写真を投稿し、あろうことか騒動の責任を DeNA ファンになすりつけるという見苦しい行為に及ぶファンもいるようです。そもそも指笛については原則禁止にしている球場もあるほか、サイン盗みの手段として用いられることも多く、そのためむやみやたらに鳴らすこと自体がマナー違反として認識されています。ちなみに先日の2012年の騒動の際に、ホークスは指笛に対する見解を示しており、指笛やブーイングはプレーに対して行われるもの、相手のファンを直接侮蔑する行為とは次元が違いますねとコメントしています。つまりファインプレーなどで衝動的に鳴らすことは良いとしても、侮辱目的や妨害目的で鳴らすことは認められないという認識なのでしょう。ただ東投手から指摘があるまで動かなかったのは行動が遅いと言わざるを得ませんね。まあ戦術のような行為や言動に及んでいるのはあくまでも一部のファンであることも同時に忘れてはいけません。しかし監督やコーチが煽るようなコメントを発したことは問題でしょう。言葉選びを間違えたでは済みませんし、いくらなんでも自覚がなさすぎます。後味の悪い結末となった29日の試合ですが、この一件でベイスターズを応援するファンも増えたのではないでしょうか。最大級の下克上を決めてスカッとする結末を見せてくれるでしょうか。今後の活躍に期待しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価もぜひお願いいたします。それではまた。